Hello everyone, this is Lana. Welcome to Encrypt. 皆さんこんにちは。Encrypt のラーナーです。今回の動画では、テンセット、ゼリカ、信長の3つの仮想通貨の最新情報を紹介します。このチャンネルでは注目度の高い仮想通貨や日本では知られていないポテンシャルのあるアルトコインについて紹介します。注意点ですが、ファイナンシャルアドバイザーではありませんので、あくまで投資は自己責任で、一緒に仮想通貨について学ぶものとして一つの選択肢としてお聞きいただければと思います。幸いなことに皆様のご協力のおかげで YouTube チャンネル登録人数100名を突破することができました。皆さんのこちらの応援がですね、非常に励みになります。今後ですね、もしこの今私は英語講師なんですけれども、このテーマでちょっとこういうことを扱ってほしいねとかですね、ちょっと英語で困ったことがあるよとかですね、コメントいただければ、そういった動画も作りますので、コメントお待ちしております。また皆さんと今後お話しする機会も作っていければと思っております。それでは内容に入っていきます。お楽しみください。はい、それではですね、テンセットについて見ていきます。今回最新の情報たくさん盛りだくさんなので、5つのことについて紹介していきます。まず1つ目がテンセットのこのフォルダー数が1万1000人を突破いたしましたという情報になります。1、2週間前 1万人ぐらいだったので、この短期間の間に1000人増えたことになります。非常にこの勢いというのがあるんだなというところがここからわかります。続いて2つ目の情報です。こちらが今回ですね、一番大きな情報になるんですけれども、テンセットのからのツイートでですね、こちら今フェーズが B に進んだよというところで情報がありました。こちら URL 見ていくとですね、はい、こちら、いろいろ写真とかも載っているんですけども、このテンセットのこちらのチームがですね、アルバニアにですね、この移動してですね、ここでオフィスを構えるというふうになったそうです。で、このアルバニア政府とも協力して、このコラボレーションを進めているようで、この税制的な優遇、The Most Profit Preference Tax Conditions というふうに書いてあるので、この税制的な優遇を受けてですね、これは今後、フォルダーの方にとっても有利に進むように進めているということで、非常に前向きな情報だなというふうに思います。こちらのビルディングもちょっと綺麗なところなんですけど、こちら写真も載っていて、すごい若手のスタートアップとして、なんか勢いがあって、すごくいいチームだなというのが感じますね。こちらの写真もなんかちょっとこの、テンセット代表のジョナサンと、この猫ちゃんですかね、ちょっと可愛らしいなっていうのはちょっとありますかね。あと、このロケーションもすごく面白いなと思いまして、このブロックゾーンっていうのが、このあるようでですね。で、このテンセットのこのビルディング、ちょっと大きいもの、このにあって、その周りにあるのが、エンバシーというふうに書いてあるので、大使館とかですかね。ヨーロッパ、スペインとかイタリアとか、スイスとか、いろんなこういう大使館とかもあるような場所に構えられているので、すごい非常に高リッチな条件で、やはりこの経済と政治というのは非常に密接に関わっていると思いますので、こちらも非常に良い情報だったんじゃないかなというふうに思います。続いて3つ目の情報が、このテンセットの CEO のジョナスさんがですね、このユーロニュースアルバニアのこのインタビューを受けたということでですね、こういうふうにメディアとも協力しながら一緒に進めていくということで、非常に前向きな情報だったかなというふうに思います。はい、続いて4つ目の情報が、このテンセットですね、数字面でもですね、前向きにも取り組みを行っておりまして、実際もうすでにこのテンセットをバンされしたというですね、情報をツイートしておりました。このバンというのはですね、テンセット社がですね、自体がですね、このテンセットトークンを買い戻して、それをですね、バンすることによって、本来だったら売られるはずだったものがですね、このなくなることによって、その価値が高まる、そういった仕組みになっております。で、そしてですね、600万枚、すでに3ドルぐらいでですね、売って18億円分のバンを行ったということで、この超デフレでステーキング機能というところで取り組みをされているというのがあります。目の情報として、テンセットがすでにもうステーキングを始めたよという情報を公開しました。このバイナンスで320イーサのステーキングを始めたということで、これ大体です、1億円分ぐらいのになるんですけれども、このステーキングを始めておりまして、このステーキングで得た利益というのを四半期ごとに、3ヶ月ごとにですね、このテンセットを買い戻すために使っていって、その結果、バンをして、希少性を高めるというふうに取り組んでいるということですね。本当に非常に前向きに、いろんなファンダメンタルズであったり、この取り組みというのを行っているというところがあるので、非常に注目的に値するなと思います。またテクニカルも簡単に確認をしていくと、今大体値段がですね、3ドル付近にあるというところで、値段も今安定して推移していますので、本当に今、いい状態なんじゃないかなというふうにあります。今後に期待していきたいなというふうに思っております。ゼリカについて見ていきます。ゼリカの最新の情報として3つの情報をシェアしていきます。まず一番大きかったのが、このゼリカですね。
こういう形でですね、今ジリカがですね、この南米のサッカーチームの方とパートナーシップを結んだという情報を公開しました。まあ、出てくる方もですね、なかなか大物ですね、ハメス・ロドリゲス選手であったり、ディエゴ・コスタ選手であったりとか、フォルカオ選手とかですね、ワールドカップとかですね、好きな方が日本と対戦した選手とかもいたりするので、非常にこちらまあ驚きのニュースだったなというふうに思っております。で、まあ、このまあ個別にですね、ツイートのまあ情報とかもあって、まあ、ハメス・ロドリゲス選手、まあ、今、エバートにいるみたいなんですけども、まあ、フォロワーも1900万人いるということで、かなり大きなインフルエンサーなので、まあ、これは本当に面白くなるんじゃないかなというのが今後あります。まあ、この NFT ですかね、の分野で提携というのは非常に面白いんじゃないかなと思っております。はい、2つ目の情報が Xcademy についてです。こちらはジリカのプラットフォームでこの進んでいくプロジェクトの一つなんですけれども、こちらが YouTube と提携して行っていくプロジェクトになっていまして、この YouTube を見た方がですね、YouTube のファントークンというのを得られる仕組みっていうのを作ろうとしているということで、まあ、同じような取り組みもあるんですけれども、このジリカの中でもこの進めていくというところで、まあ、こちらも面白くなるんじゃないかなというのがあります。この NFT の分野として、このファンとこの YouTuber の方がですね、つながっていく仕組みを作っていくということで、まあ、今後にもつながっていく仕組みになるんじゃないかなというのがあります。で、詳しくはですね、こちらはこの DAO メーカーの中にですね、情報がありまして、こちらはまあ見ていくとこのホームページですね、DAO メーカー見ていくとですね、この Upcoming Sales ということで新しい取り組みの一つとして、この Xcalo Network というのがあるので、まあ、こちら、この取り組み以外にも様々な取り組みも新しいものもあるので、ぜひちょっとですね、新しいものとかですね、ちょっと情報収集されたい方は見ていただければなと思います。ちょっと名前でちょっとこの巻きスワップちょっと破壊力がありますが、まあ、ちょっとこちらもちょっといろいろ見ていただければいいかなというのがあります。3つ目のジリカについての情報は、こちらはあまり役に立たない情報になります。このジリカの中で私が大好きなのは、あまり役に立たないプロジェクトもたくさんあるというところですね。一つ、このイーロンズトークンということで、まあ、このイーロンマスクをネタにしたですね、トークンの、まあ、このプロジェクトというのがあって、まあ、その中でですね、なんか新しい T シャツ作ったよというふうに言っていまして、これを何かですね、このウィナーの人にあげますというふうに言っていまして、まあ、見てみると、まあ、日本語の中書いてあったですね、バイズディップというふうに書いてあって、まあ、ディップで書いてるのはディップを購入するというふうにですね、まあ、やらかしておりますので、まあ、これ何ですかね、海外のスーパードライっていう、極度乾燥しなさいみたいなですね、なんかその、をちょっと彷彿とさせるようなちょっとネタがあるので、ちょっと私もちょっとネタとして、まあ、ジリカファンとしてですね、こういうふざけたプロジェクトも一緒に今共存してるから、ちょっと価格は上がらないんじゃないかというところもあるんですが、まあ、今後も注目していきたい、通貨かなというところがあります。はい、ジリカのテクニカルについても見ていくと、今現在ですね、19セントから20セントぐらいを今行き来しているということになります。まあ、今年に入って上昇もしているので、まあ、今すぐが買い場かというと、ちょっとこちらは高値掴みになる可能性というのもあるので、まあ、本当に各自皆さんにご判断いただきたいというのがあります。まあ、先週ですかね、先週のこの下落のところで一旦ですね、この12セントですね、12セント付近までちょっと落ちてきたというので、まあ、こういうところだったら買い場に一つなる目安なのかなというのは個人的にはあったりします。まあ、ジリカについて、まあ、いろんなまあこのジリカファンの人たちが言っているのは、まあ、今後まあ1ドル、2ドルを目指せるんじゃないかなというところもあるので、まあ、こちら、興味ある方はですね、こちら注目していただければと思います。続いてですね、信長について最新の情報2つをお伝えします。まず1つがミスターケンさんのツイッターの情報であったんですけれども、まあ、こちらの戦後スワップファイナンスのこの NFT に関する動画の公開がありました。でこちらちょっと短い動画なんですけれども、まあ、詳細なところが YouTube で公開されているというところがありまして、まあ、こちら開いていただくと、この戦後スワップ NFT ストアラクザのリーク情報というところで詳細あるので、まあ、興味ある方はこちらご覧いただければと思います。2つ目の情報がですね、先々週ですかね、2週間前ぐらいですかね、こちらあったこちらのアニメオークションでですね、こちら信長の絵が使われているというそういった情報があります。まあ、数字も見ていきますと、まあ、今現在だいたい値段がですね、まあ、34セントぐらいで推移しているというのがあります。まあ、一時上昇して一旦ちょっと下がったっていうところがあるんですが、まあ、日足で見ていくと、まあ、基本的にはまあ今だいたいそのローンチして始まってから、まあ、この同じぐらいのまあ値段のところに戻ってきたのかなというのがあります。個人的に私は買っているんですけども、まあ、皆さん個人ですね、そちらご判断していただいて、まあ、こういった新しい取り組みをしたりすると、そういった賛否両論も出てくると思いますので、まあ、皆さんに合った興味あるよという方はですね、ぜひこちらもチェックしていただければと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画では3つの仮想通貨、テンセット、ジリカ、信長の最新の情報についてお届けしました。こちら詳細の情報についてはリンクにも載せておりますので、気になった方はこちらをご覧ください。今回の動画が良かったという方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。
引き続き仮想通貨の最新の情報をシェアしていきますので、お楽しみにしていてください。英語で何か気になるテーマがありましたら、また皆さんのコメントお待ちしております。それではご視聴ありがとうございました。